皆さんこんにちは、なるほど店です。今日はトモとジェリーのチェイスケースの、名前の変更の仕方ですね、を教えたいと思います。まあ、左上のプロフィールですね、こちらアカウントを押していただいたら、名前があるんですけども、こちらの FOX21757 の右側の鉛筆マークですかね。で、ニックネーム変更していただいたら変えられるんですけども、ただアイテムが必要なんですよね。解明カードですか。で、こちら始めていただいた方は右上のメールボタンを押していただくと、ですね、おちびちゃんのこちらですかね。こちらで解明カード1個いただけますので、こちらを全部、まあ、全て受け取っていただいて、あと、それでももう一回買いたいっていう方は、左側のショップのアイテム欄ですかね。に売ってるんですよね。ショップのアイテム教えていただいたら、ダイヤ180ですので、こちらで、交換できますので、よかったらこちらを手に入れて、名前変えてみてください。私みたいにチュートリアルの時に連打しすぎてあれですよね。名前変更するの、わかんなかったっていう方、多分多いと思いますからね。さあ、では、名前変えましょう。ここに名前を先に入れるんですね。まあ、私は実況なるほど点ですかね、いつも。時事。間違えた。そう、文字数とか制限があると、ナルトくんになっちゃう。なるほどですね。実況なるほどとか、なるほど10とか名前が、なっちゃいますけど。さあ、入りますかね。さあ、実況なるほど点を、来ました。ありがとうございます。文字数の制限はちょっとわからないんですけど、よかったら皆さんもこれで名前を変えてみてください。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。